皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？今年も最後の月になりましたね。もしかしたらこの12月に JLPT の試験を受けた方もいらっしゃるかもしれません。お疲れ様でした。さて、2023年は皆さんにとってどんな1年でしたか？私は夏休みに日本に帰って約5週間のんびりできたことが一番の思い出です。久しぶりに家族や友達に会って本場の日本料理を食べてすごく楽しかったです。来年もまた帰省できたらいいなと思っています。さて、今日は日本の歌を紹介します。クリスマスの歌かお正月の歌か迷いましたが、今年はお正月の方を紹介しますね。来年機会があったらクリスマスの歌を紹介します。お楽しみに。子供の歌を童謡と言うんですが、今日お話しするのはみんなに古くから親しまれているお正月の童謡です。前回に続いて今回も簡単な言葉で説明します。日本語初級の方もぜひ聞いてください。そしてブログやインスタグラムに質問シートと答えを載せていますから、リスニングの練習にも使ってください。それでは始めます。よろしくお願いします。今日紹介するお正月の歌はその名もズバリお正月です。有名な日本人の作曲家滝廉太郎さんが作りました。そして作詞は東久米さんです。では歌ってみますが、私はとてもとても音痴ですから、コメント欄におすすめのリンクをつけておきます。後でこちらを聞いてみてください。この歌には1番と2番の歌詞があります。恥ずかしいですが頑張ります。しばし我慢を。では1番から。もういくつ寝るとお正月、お正月にはたこあげて駒を回して遊びましょう。早く来い来いお正月。それでは2番。もういくつ寝るとお正月、お正月にはまりついて追いばねついて遊びましょう。早く来い来いお正月。音痴な歌を聴いてくれてありがとうございました。ではでは歌詞を説明しましょう。もういくつ寝るとお正月は、あといくつ寝るとお正月になりますかという質問です。お正月まで何週間かな、お正月まで何日かなと日を数えながらお正月を楽しみに待っている様子がわかりますね。そしてお正月にはタコあげて
駒を回して遊びましょうは、お正月にタコやコマで遊びましょうとか、タコ揚げやコマで遊びたいという意味です。お正月に何で遊ぼうか考えている子どもの様子がイメージできると思います。次に、最後の恋恋の恋は、来るの命令形なんですが、ここの早く来い来いお正月は、お正月が待ち遠しくて、お正月早く来て、早く来てくださいというワクワクした気持ちです。2番目の歌詞は、遊びの道具が変わります。タコをあげてが、まりついてに、コマを回してが、追いバネついてになっています。マリは昔の女の子が遊んでいたボールです。歌を歌いながらバスケットボールのようにドリブルをする遊びです。いろいろな技もあります。追いバネは羽子板という今のバドミントンのようなラケットの遊びです。どちらもよく女の子がしていた遊びです。1番目の歌詞も2番目も歌詞の大部分は同じです。1番目はタコやコマという男の子がよく遊ぶおもちゃで、2番目の歌詞にはマリア、追いバネという女の子の遊びです。ですから、1番目は男の子向けの歌詞で、2番目は女の子向けの歌詞と言えると思います。お正月を楽しみにしている子どもの気持ちがよく表現されていて、私はこの歌が大好きです。覚えやすい歌詞で、メロディーも難しくないので、年末になると今でも自然にこの歌を口ずさんでいます。日本にはお正月の前に大掃除という掃除の習慣があるんですが、この大掃除をしているとき、私はお正月の歌を歌っています。皆さんのお国にはお正月の歌がありますか？もしあったらどんな歌詞ですか？コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。それでは今日はここで終わります。今年最後のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。私のポッドキャストを聞きに来てくれた皆さん、コメントをくれるリスナーの皆さん、応援してくださる皆さん、そして私の生徒たち、本当に感謝しています。ありがとうの気持ちでいっぱいです。来年も頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。お体に気をつけて、良い新年を迎えてください。皆さん、また来年。皆さん、お疲れ様でした。それではまた次回お楽しみに。ポッドキャストのスクリプトや練習シートはバイミアコーヒーにあります。ぜひ見に来てください。チャンネル登録といいねボタンを押してくれると私のやる気がチャージされます。どうぞよろしくお願いします。